ちょっと待って、みんな最初から本当にごめんなさい、本当にごめん、ちょっと待って、ちょっと待って、本当にやばい、え、どうしようどうしよう、史上最強にやばいよ。本当にこんな始まりで申し訳ないんだけどさ、皆さんマジで今緊急で動画を回しています。いやもう本当にもうやばい、もうちょっと待ってやばすぎる。え、ちょっと待って、本当にやばい。まあやばいやばい言っててもさ、もう本当にお前どうしたんだよって感じだよね。説明するのも嫌だ、みんなに説明するのも嫌だよ。皆さん聞いてください、本当に私2023年の中で一番やらかしたかもしれません。本当に最悪。まあそんな最悪最悪言ってても皆さん気になると思うので、ちょっと一旦中に入ろう、寒いから。ちょっと説明させてください。皆さんもうやばい、緊急すぎる、緊急ってかバカすぎる、自分が本当にバカ。私今回カンボジアにね今から向かおうと思ってたんですね。で私岡山に帰省していたので1週間ぐらいだから、さっきというか2日の中、昨日ちょっと岡山で飲みすぎちゃって、二日酔いの中岡山空港から羽田に飛んできて、今羽田にいるんですね。じゃじゃーん、こんな感じで私は今羽田空港にいるっていう感じなんですけれども、本当にやばい、もうマスク外す。皆さん本当にお前旅何回やってんだよって感じだと思うんですけど、聞いてください。それでは言いますね。なんと今から羽田から成田に移動して、成田空港からカンボジアに向かうために台湾の航空会社を使って一旦台湾で経由して、台湾で空港泊してからカンボジアに向かうっていう予定だったんですけれども、なんと本当にやばいことに私昨日でした、予約してたの。もうなんでもう、皆さん聞いてください。いやマジでさ、寝たと思うよね、本当にね、証拠あるの、証拠。現在は12月22日の14時なんですけれども、皆さんこの日付見てくださいね。なんと私航空券12月21日昨日の航空券を間違って取ってました。本当にヤバすぎる、待ってもう本当にヤバい。なんかさっき羽田空港に到着して、で成田に向かうけど、まあ一応ねちょっと17時何分だったっけと思って、飛行機の時間でパッと見てみたら、英語でもうこの飛行機は終了しましたって書いてあって、えみたいな、どういうことと思って日にちを見たら昨日だったんですね。もう全然笑えないんだけど、もうなんか顔に力も入らないし、曖昧みまいとも言えないけど、一応これオープニングだから言っとく。曖昧みまいにです。はい、私は今羽田空港にいます。イエーイ。過去最強に元気のない曖昧みまいをお届けして本当に申し訳ないんですけれども、待ってやばくない、ちょっと昨日飛行機が飛んでしまったっていう証拠写真があるので皆さん見てください。ただん、はい、日付を見ると12月21日ですよね。私こんな間違いしたの本当に初めてで、ホテル予約するのにホテル昨日で間違えちゃってたみたいな、ホテルの予約のミスはあったけど、さすがに飛行機の予約のミスはしたことなかったのね。なのに私やってしまいました。もうヤバすぎる、どうしよう。待って、2023年さ、ラスト年末までに1回旅に出て今回の旅締めくくろうと思ってて、しかも私帰りの飛行機も取ってるんですね。だから絶対に行かないという選択肢は取れないんです。で昨日の航空券はマイルを使って取っているので、まあ実質ね、まあ、お金を払ってなくてマイルで取ってるんですけれども、ちょっともうもったいない、そのマイルも返ってこないし、もうしかもさ飛行機にさ何も連絡なしにさ乗らないってめちゃめちゃ迷惑なことしてるよね。本当に申し訳ない。いやもう本当にやばい、もうちょっと待って、もう泣きそうだけどさ、泣いてたもんちょっと仕方がないので、今から次どうするのか、どういう行動をしたらいいのか、どの飛行機に乗ればいいのか、ちょっと頑張って探したいと思います。それでは本当にテンションだら下がりの最初からやらかしまくりというか、本当に旅系 YouTuber として本当にありえないミスをしてしまいました。2023年の最後の旅がいいようになるようにちょっと頑張って調べたいと思います。まあこの動画はね、どの国に行くのかも本当にわからないし、本当に私は日本を立つことができるのかわからないんですけれども、まあ多分どうにかしてどっかの国に行くので、皆さんそれを見届けてくださいという動画です。本当にヤバすぎる。わあ、海外行くのに当日チケット取るとか本当にやったことないんだけど、それでは頑張って探したいと思います。よし、元気出そう。ちょっとお腹空いてきたからさ、何か食べながら考えようかな。元気を出そう、元気を出そう。本当に元気がなければ考える力も湧かないということで、元気を入れます。カツを入れる作戦だろ。
それでは皆さん、腹を減っては戦はできぬ、腹を減っては自分のポンコツを打破することができぬということで、見てください。じゃじゃーん、めちゃめちゃ美味しそうなお蕎麦を頼みました。肉うどんです。こんな時でもお腹が空くのが本当に怖いです。ちなみにこちらは羽田空港の1階にあるベンツのお蕎麦屋さんです。来てみたかったんだよね。それではまずは食べて次のことを考えたいと思います。こんな時にもお腹が空く自分に本当に呆れるっていうのはあるんですけれども、食べてないとやってられない。そして後ろではすごく素敵なピアノが弾かれています。なんかね、普通に通りすがりの人が弾いてる、すごいなんかギャップ萌え。おじさまサラリーマンの方が弾いてるんだけど、ギャップ萌えすごくない？それではいただきます。うん、やばい、本当にどうしよう。今スカイスキャナーでさ、東京からプノンペン、カンボジアのプノンペンまで行くには、やばい、4万5000円だって。しかもさ、37時間もかかるし、え、これはありえない。4万5000円が37時間、しかも着くの明後日だし、これもうありえない、ありえない、どうしよう。ちなみに今羽田から一番安くどっかの国に行けるってなったらこんな感じで、まあ、韓国が一番安いみたいな感じなんだけど、この中でさ行きたい国ないんだけど、今やっぱカンボジアの気分だったからカンボジア行きたい。もしさ関空からにしたらどうなんだろう。関空からプノンペン行きだったら、うわ高い高い。明日だったらどうなんだろう。あ、待って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 、明日の10時35分発の関空からプノンペン行き2万1000円だって。え、待って、これしかなくない？これしかないよね。はぁ、2万1000円か。あ、でも、まあ、もともとマイルで取ってたし、2万1000円で明日関空から行く。待って、みーさん、今岡山からわざわざ二日酔いの中、朝めちゃめちゃ頑張って起きて羽田に来たのに関空に戻るってこと？岡山、羽田、関空、やばすぎる。もう本当に何してんの。でもこれしかないかもしれない。てかこれが濃厚かもしれない。そうする？関空戻る？もう関空だったらさ、岡山にいる時に朝気づけばさ、朝岡山からそのまま関空行けばよかったのに、なんでみーは羽田空港まで来ちゃったのよ。なんで羽田空港で気づいちゃったんだろう。成田空港に行くまでに気づいてよかったっていうのはあるけどさ、もう待って、もう涙も出ないわ。さっき岡山空港から羽田まで飛ぶのに結構揺れてて、飛行機がで、しかも二日酔いだしマジで吐きそうだったのね、本当に。そんな中さ、頑張って羽田空港に到着したのにこのざまです。本当にありえない、本当に自分がありえないです。卵なんか入れちゃおうと。わっ、やば、最悪最悪最悪、新しい服に散った散った、もう最悪最悪、もう災難なんだけど。見て、全然取れない、もう最悪、もう最悪、もうなんか喋れないわ、最悪。服は汚れるし、二日酔いはおかげでぶっ飛んだけど、もう自分がヤバすぎて二日酔いを忘れた。自分のポンコツで二日酔いを打破するってすごくない？待って、関空まで行くのか。あ、でもそれしかないんだよな。だって他の国行くっていう気分にもなれないんだよな。だってカンボジアに行くんだってもう1週間前から決めてたんだもん。だってでもな、違う国に行った方がいいかな。わ、でもどうしよう、こういう時はさ決断が大事。違う国に変更できるんだったら変更した方がいいかもしれない。とりあえず食べるわ、とりあえず決断をするために食べるわ。それではごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。それではこの服一回洗いたいので着替えてきます。変身。皆さん、まず着替えたんですけれども、見てください。めちゃめちゃびしょびしょです。服がお漏らしした人みたいって感じだけど、あのまま着替えようと思ったんだけど、スーツケースの中に濡れたまま入れるとさ、カビ生えそうだからさ、自分で服を着て乾かすことにしました。だから今めちゃめちゃ冷たい。ただでさえ寒いのに冷たくなっちゃった。もうね、そんなどうでもよくて、まあとりあえず今から関空に飛ぶことにしたんですね、私。決めたんです。とりあえず関空に飛ぼうと思って。今から関空に飛ぶんですけれども、皆さん聞いてください。アナで予約して、でさっきチェックインしたんですけれども、なんかアナって第2ターミナルだから第2ターミナルでチェックインしたんだけど、あ、お客様はスターフライヤーズで予約しているので第1ターミナルに行ってくださいって言われて、第2ターミナルにわざわざ行ったのにまだ第1ターミナルに来るっていう、もう本当にねヤバすぎて、なんかもうさっきから意識朦朧としていますっていう感じだけど、とりあえず関空にレッツゴー。今日メイクせずにさ、めちゃめちゃ頑張って家出てきたのに、もうメイクすればよかった家で。
それでは皆さん、やっと保安検査場を通ることができました。とりあえず羽田から脱出するということで、まだ全然日本からは脱出できてないんですけれども、まあ、とりあえず関空に行けばなんとかなるでしょう。ちなみに皆さん見てください、現在夕日がめちゃめちゃ綺麗です。そして奥の方に富士山が見えるんだけど、めっちゃ綺麗。こんなに夕日に照らされて富士山がくっきり見えるなんて、まるでこのすごい美しい夕日は私の失敗を称えてるようですね。それでは飛行機乗ろう。じゃじゃーん。それでは16時45分の関西空港まで向かいます。朝まで岡山いたのにな。また戻るの私、数時間前のところに。それでは飛行機まで到着しました。こちらの黒いかっこいい飛行機に乗って大阪に戻ります。寒っ、やばすぎる。ちなみに皆さん聞いてください、残り1席だったので真ん中の席しか空いてなかったから真ん中の席です。残り1席ってやばくない？ということでですね、皆さん爆睡していたら関西国際空港に到着しました。本当は今頃台湾行きの飛行機に乗ってるはずだったのにって感じなんですけれども、関空に到着したということで私見つけてしまったんです。で、本日関空に一泊しないといけないんですけれども、ちょっと空港泊してみようかなとか思っちゃって、今日ちょっと寝不足で本当に眠いんですけれども、逆に寝不足だったら空港泊行けるくないと思って、ホテル取るのもちょっともったいないので空港泊したいと思います。ということで、夜快適に寝るためにお腹をいっぱいにしないといけないので、こちらプライオリティパスを私は持っているので、今からボテジュを食べちゃいたいと思います。じゃじゃーん、ボテジュ発見。それではこちらでお腹を満たしたいと思います。プライオリティパス最高。それではですね、本日の私の懺悔、本当に自分のミスを懺悔するために懺悔ビール乾杯。もう本当に朝までマジで一生お酒飲まないっていうぐらい気持ち悪かったんですけれども、なんか自分のミスでもう本当に二日酔いとかどうでもよくなっちゃって、二日酔いが治っちゃったのでビール乾杯。すごいね、周りプライオリティパスの方がめちゃめちゃ多い。それではですね、本日の私の懺悔飯が到着しました。めちゃめちゃ美味しそう、皆さん見てください。ででー、まずは大阪に来たから串カツ。やっぱりね、大阪を何の理由もなしにトランジットだけの理由で来るのは悔しいので、串カツを堪能していく。そしてじゃじゃーん、おむそばです。めちゃめちゃ美味しそう。そしてなんかいつも頼まないプレミアムソーダ、山崎のソーダを頼みました。それではいただきます。ちょっと美味しそうじゃない？乾杯。二日酔いの胃に効く。それではいただいていきたいと思います。やばい、お味噌が超美味しそうなんだけど、もうこれ以上ねお金を無駄にはできないので、本日は空港泊だけど明日も空港泊かもしれないんですね。海外のトランジットで明日どこに向かうか後で発表するんですけれども、二日連続空港泊でも私がミスしたせいなので頑張っていきたいと思います。いただきます。あっこ、ああ現在の時�刻19時11分、あと1時間で本当台湾に到着してるはずだったのに、もう飲むしかないよね。うますぎる。ちなみにこちらの4つで3900円だったんですけれども、オーバーした520円分は払わなければなりません。まあプライオリティパス生活をね、私動画出したんで知ってる方多いと思うんですけれども、プライオリティパスを持っていると3400円分ボテジューで食べられることができるんですね。だから本日の夜ご飯の食費もサラ。食ってないとやってられないぜ。なんかね、みーツイッター見てるときにこういうツイートがあったんだけどさ、プライオリティパス使ったらさ3000円分ぐらいさ無料でポテチュー食べれたり、いろんな特典があるんだけど、本当にいろんなレストランで3000円分ご飯食べれたりとかするんだけど、そういう人たちマジで小じきだよねみたいなツイートとかあったんだけどさ、いいじゃん、0円なんだから特典受けて何が悪いのって感じなので、私は明日の朝ご飯とかも食べちゃおうかなと思っています。もうね、自分のミスで落ち込んでも自分の機嫌は自分で取らないといけないので、食べるしかないんです。食べて飲むしかないんです。あと一口になっちゃった。ボテジュー無料で食べて何が悪いの？あざとくて何が悪いの？自分の切り替えの速さに本当に怖くなっちゃう。私飛行機逃したんだよ。飛行機逃したやつがさ、のんきにボテジュー飲んで食べちゃダメだよね。
もう情緒やばすぎる。だって私昨日の夜なんて、私が飛行機出発した時は岡山でのんきに友達とご飯行ってたんだよ。もう何してんの本当に。マジで夢にも思ってなかったな。でも昨日岡山で食べた海鮮美味しかったな。でもそうやって私が海鮮と日本酒で胃を喜ばせてる間に私の飛行機は行ってたのか。そう考えたら悲しすぎる。やばい、二日酔いの肝臓が悲鳴を上げている。ラスト乾杯。ごちそうさまでした。見て見て見て、見つけてしまった。じゃじゃーん。ちなみにちょっとボデジを食べていたら荷物がね違うところに置いてくださったということで、ちょっと取りに行きたいと思います。申し訳ない。それではですね、荷物をゲットすることができたので本当にありがとうございます。すいません。荷物をゲットすることができたので、本日私が泊まる素敵な素敵な宿、本日プレミアムのルームを予約させていただきました。あ、もう予約というか私のためにあのそこの空間があるんじゃないかっていうね、あのそこの素敵な本日私が寝る寝床に今から向かうんですけれども、とりあえずこの重い荷物を置いてからいろいろね旅で使うものをちょっと関空の中の薬局とかで買いに行きたいので一旦チェックインします。やばい、寒すぎる。バカだよ本当にこんな格好して。ちなみに見てください、ボテジュの汁がさまた散っちゃってさ、さっきあんなに頑張ってゴシゴシしたのにまた汚くなっちゃって、本当に私って白い服合ってない。あー、普通に考えてなんでみー今関空にいるんだろう。今日の朝まで岡山にいたのに一回東京に来てまた大阪に来てるの。おっちゃめー。ちなみに今3度らしいです。3度でこの腹出し上着着てない人なんて本当に誰もいない。寒すぎる。それではこちら側のエリアに向かいます。寒い。皆さんこちらホテル日光泊まると思いますか。泊まると思いますよね。普通は泊まらないんです。それでは本日の宿にチェックインしました。すごくラグジュアリーな空間ですよね。皆さん素敵な空間の提供ありがとうございます。本当はここ普通に泊まるってなると6000円ぐらいかかるんですけれども、プライオリティパスで3000円ぐらいの割引で、こちら朝の8時ぐらいまで3000円でこの空間が使えるということで、まあ全然ねドアとかも全くないのでここ丸見えみたいな感じなんですけれども、この寝られるスペースがあるだけで本当に助かる。失礼します。今日は空港のベンチに寝る羽目になると思ってたからさ、ここをね調べて、3000円でこの空間をゲットできるなら3000円払おうと思って、3000円でこちら朝の8時まで明日のフライトまでいられるということで、めちゃめちゃ便利です。ちなみにプラス600円くらいでシャワーも浴びれるということで、シャワーも浴びれて、そしてここ雑魚寝だけど寝ることができる。最高すぎませんか。それではちょっと一旦外に出て買い物しよう。レッツゴー。すっごい寝カフェみたいなところだったよね。なんかここね寝カフェの会社が運営してるんだって。ここ、こちらのどかっていうラウンジでした。それでは一旦外出をして旅に必要なものを買いに行きたいと思います。みんなみんなただいま我が家に戻ってきました。ちょっと旅で必要なものとか現地でちょっとやりたいことがあるので、そちらをね買ってきたという感じですね。寒すぎる。ちなみにここね YouTuber の命コンセントもあるし最高すぎる。でちょっと今からドンキホーテに行きたくて、関空から3駅ぐらいのところにドンキがあるのでちょっと行きたいと思います。何を買うかはまだ秘密。寒すぎてコート持ってないから上にパーカー着よう。こんな格好で外歩いてる人なんていないよ。それではまたお家を留守にするわ。行ってきます。ちょっと外出る前にドリンクも飲み放題なので僕の友達コーラ乾杯。てかさ見て、こんな感じでねこういうスペースとかもあって、このテントの中でキャンプ気分を味わえて空港泊できるっていうスペースもあります。すごいよね。でいろんなタイプもあって、こういうグループルームとかもあって、あとはなんか一人の本当に寝カフェみたいな感じでパソコンと椅子だけのお部屋のランクとかもあって、すごいね充実してる。てかめっちゃ綺麗。それでは関空から3駅ぐらいの見てくださいこちらの駅、じゃじゃーん。伊原の里という駅にやってきたんですけれども、全然人がいなくて怖い。みーは今からドンキに行きたいんだ。おー電車が来た。和歌山まで行くんだってこれ。それではドンキ行ってきました。この帽子を買うためだけに来ました。ちなみに今から行く国でクリスマスを過ごすのでこれを買ったんですけれども、この動画出るとき全然クリスマスじゃない。それでは帰ります。ちょっと待って、もうおちゃめなことしちゃった。またカルインってどこやねん。本当にもう乗り換えするのにずっと同じやつに乗っていて全然違うところに来てしまいました。もうタルイタルイってもうやだ、帰りたいよ早く寒。それでは皆さんただいまお部屋に戻ってきてお風呂上がりました。めちゃめちゃ気持ちよかった。ちょっとパックしに行こうかな。ビールも買ってきちゃったし。
それでは皆さん、ちょっとキャンプしたい気分になっちゃって、キャンプさっきの広場にやってきました。カプセルホテルみたいな空間の中にキャンプも体験できるって最高すぎませんか？この中で寝ることもできるんですけれども、もったいないのでここはパックをして戻りたいと思います。それではですね、こんな状況なんですけれども、本日もパックをしていきたいと思います。やらかした日も必ずパックをして寝る。本当にね、飛行機を逃した人がこんなキャンプ気分とか言って、こんな場所でパックをしてでいいのかっていう気はあるんですけれども、それとこれは話は別。やばい、ちょっと待って、めちゃめちゃ不審者やばい。今日はさ、二日酔いの中朝頑張って起きたからさ、だって夕方の成田からの飛行機に乗るつもりだったから、朝岡山を9時ぐらいに出発したんですね。で、私は二日酔いの中8時ぐらいに起きたわけですよ。なのにもかかわらず、なのに私は今関空でなぜ空港泊をしているんでしょうか。それではパックタイムスタート。やばい、気持ちいい、最高すぎる。ということでですね、本日もこんな状況の中なんですけれども、懺悔の朝日スーパードライいただきたいと思います。それではですね、皆さん、本日もこんな私だけど最高に至福な時間がやってまいりました。パックかけるビール乾杯。うますぎる。どんな状況でもなんでこんなにビールは美味しいんでしょうか。こいつは罪です。でも私の今日の嫌なトラブル、ミス、自分のミス、ありえない、本当にありえないミスをこいつは忘れさせてくれるんです。乾杯。やばい、目の前の人と目があった、マジで気まずい。ちょっと待って、本当に驚かしちゃってごめんなさい、すいません。目の前がシャワールームなんだよね。やばい、なんかこういうテントがあるだけで超テンション上がるね。そんなこと言ってられなくて、本当に現在の時刻11時42分で、もうちょっとで12時になるんですね。で、私明日ここ7時に出ないといけないんです。やばい、こんなことしてる時間はない。今日も寝不足なのに。それではパックを外します。あー、気持ちよかった。それではですね、おとなしくお部屋に戻りたいと思います。でもお酒はあそこではちょっと飲めないので、ここで全部飲んでいく。ちなみに隣を見てもベンチとかがあるんですけれども、皆さん朝日スーパードライとかハイボールをガブガブ飲みながら寝ています。確かにこれはお酒がないとここら辺では寝れないかもしれません。乾杯。しみる。それでは皆さん、明日を絶対にミスりませんように。明日寝坊したら本当に元も子もないので、絶対に起きたいと思います。皆さん本当に祈っておいてください。ここで寝坊したらマジでやばい。それでは私の素敵な寝床に戻りたいと思います。スイートルームに帰るわよ。でもここでも全然寝れるな。キャンプ最高。明日は絶対に寝坊しない。明日は絶対寝坊しない。明日はミスを絶対しない。明日はミスを絶対しない。なんで私今大阪にいるの。今頃台湾で寝てたはずなのに、絶対に明日はミスをしないぞ。みんな本当に祈っててね。それでは皆さん、おやすみ。こっち。おはようございます。おはようございます。やばい、眠すぎる。ということで、現在の時刻はじゃじゃん、やばいやばいやばい、7時22分。7時半に終わってないといけないのに、やばい、やばすぎる。ここでも爆睡をかましてしまいました。それでは起きます。よいしょ。それではですね、空港に到着しました。というか、ずっと空港にいたんですけれども、空港に到着しました。ちなみにですね、皆さん聞いてください。めちゃめちゃ恥ずかしいことがあったんですけど、聞いてくれますかみんな。ちょっと待って、本当にやばいことあったんだよね。さっきなんと、私のさっきの寝床の斜め前の方がなんと私の視聴者さんだったらしいんですね。で、なんかチェックアウトするときにすごい見てくる人いると思って、みたいな思ってたら、もしかして藤原のみーさんですかって言われて、あ、そうですって言ったら、昨日の夜からあーみーさんがそこにいるなと思いながら生活してたんですよねとか言われて、え、マジで恥ずかしいんだけど、本当に、え、わかる、あの空間をさ、ずっと見られてたって考えたらマジで恥ずかしいんだけど、あそこで着替えたりとかはもちろんしてないんですけれども、あそこで寝たりとか、あそこでゴソゴソちょっとバックパックの中をいじったりとか、そこを見られてたって考えたらめちゃめちゃ恥ずかしい。やばすぎ。
リーナはすごい快適だったけど、視聴者さんがいない方にはすごいねおすすめだったかもしれません。めっちゃ恥ずかしい。でも声かけてくれて本当にありがとうございました。まあちょっとだけねメイクもすることができて、今からチェックインするんですけれども、今からここを並びますね。めちゃめちゃ並んでる。それでは頑張って並びます。話しかけてくれた視聴者さんありがとう。写真も撮ったからぜひ送ってください、公式 LINE で。じゃじゃーん、チェックインすることができました。約40分ぐらい並んでました。そして見てください、皆さん保安検査場もめちゃめちゃ並んでいます。人が多すぎる。みんな年末に向けて海外に飛ぶのかな。それでは頑張って保安検査場入れるように頑張ります。やばいって、並んでも並んでもたどり着かない。人多すぎる。今日金曜日だからかな。はい、ということでですね、皆さん聞いてください。まずちょっと見てこれ、じゃじゃん。最近ここ新しくなったみたいなんですけれども、すっごい綺麗です。もう皆さんそんなことより聞いてください。現在10時11分なんですけれども、私が起きた時間7時じゃないですか。あれから3時間経ったんですね。もう消えて、チェックインにもさ1時間以上並んでさチェックインしたでしょ。でその後保安検査場さっき並んでたところ、結局40分ぐらい並んで、でいざ保安検査場見てみると4連しかないのね。あの大量の人4連で荷物検査とかしてて、で人手不足だしさ、もう本当にしょうがないんだけどさ、スタッフの人もすごい頑張ってくれてるし、でもさなんか機械の不具合でさ、ミーのバッグ2回ぐらいなんかもう1回機械通しますとか言われてさ、まださらに20分ぐらいまでさ、結局10時、もう本当にやばい。だから結局ミーはさっき2時間ぐらい並んだということになるから、もうディズニーのアトラクション乗れるじゃんって感じで、しかももう搭乗時間になったからポテチュー食べようと思ってたのに食べれないし、朝ごはんも食べれてないし、お腹空いて今さ不機嫌なのにさ2時間ぐらい並んでさ、もう搭乗時間になっちゃったしさ、もう本当にしょうがないんだけどね、しょうがないんだけどさ、もう怒る。あれ効率悪すぎでしょ、だって海外の空港みたいだったもんだってって感じなんですけれども、あとりあえず今私はどこに向かっているかというと、てか皆さんに今から私どこに行くか言ってなかったですよね。皆さんすいません、もうさやばすぎてさ大事なこと言うの忘れてたんですけれども、私は今からなんとマレーシアに向かいます。マレーシアのクアラルンプールという場所ですね。でマレーシアはね、目的地がマレーシアっていうわけではなくて、トランジット乗り継ぎの場所がマレーシアなので、今からとりあえずマレーシアに向かうっていう感じなんですけれども、もうやばい、もうお腹空いたのにさ、今もう搭乗時間だからさ、ポテチュー行く時間もないし、はあ最悪。しかも今回の飛行機めちゃめちゃ安い航空券取ったからさ、機内食とかもないわけだから、私は今から6、7時間マレーシアに着くまで何も食べれないってことになるの。え、あ、私ですか。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい視聴者さんだってすごい視聴者さんに応援しました。あ、はいはい、これです。ありがとうございます。すごい、何話しかけられたんだろうって思ったら、ミーの動画見てくれてる視聴者さんに本日2人目、すごい嬉しい。この子やろこの子とか言ってめっちゃ嬉しいんだけど、あいまいみーまいみーです、イエーイってやつをさっき視聴者さんが言ってくれました超嬉しい。ということで、あの今で機嫌が治ったので、今の視聴者さんのおかげでね機嫌が治ったということで、オロケーということでね、搭乗口に向かいたいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。それではクアラルンプール行き10時35分乗り込みます。お腹空いたよ。起きてから3時間も経って、今から7時間飛行機乗るのに何も食べれないんだよ食べることが命なのに。あ、あそこにキャセイパシフィックがある。っていうか窓側取れてるのかな。窓側じゃなかったら泣いちゃうんだけど、7時間通路は最悪。マニー OK Thank you。やばい、ほぼ満席です。隣にもねこの後誰かが来るらしいです。すごい座席をね違うように座ってる方が多くて、すごい混雑しててすごい大変そう。それではですね、今から7時間フライトなんですけれども、日本時間の6時に到着するから時差は1時間ぐらいだと思うから、向こうの5時に、マレーシアの5時に到着するということで、今から7時間フライト頑張っていきたいと思います。トランジットでまたマレーシアから飛ぶんですけれども、それ含めて全部で航空券代は2万1000円。そう考えたらめちゃめちゃ安い。それでは多分爆睡すると思います。7時間。10時半出発だったけどもう11時です。ちなみに真ん中のブロックだから外の景色見せれないかもしれないんですけれども、ごめんなさい。それではちょうど1時間遅れぐらいで出発しました。ちょっと窓の外は見にくいかなって感じなんですけれども、今離陸している途中です。
全く外見えないですね。すいません、皆さん空の上からの景色を見せることができませんでした。ちょっと待って、みんなお腹空きすぎてやばい。我慢できないからちょっとなんか食べちゃおうかな。じゃじゃーん、こんな感じで機内食はついてないけど、お金を払うと機内食が食べられるんですけれども、さっき見てみたらそこまで高くなくて500円600円とかで食べられそうだから、ちょっと頼んでみようかな。うわ待って、美味しそう。それでは機内食頼んでなかったんですけれども、じゃじゃーん、オムレツを買っちゃいました。熱っ、なんか出てきた。 CA さんがめちゃめちゃ可愛いんだよね。それでは見てください、じゃじゃーん、オムレツです。やばい、めちゃめちゃ美味しそうなんですけど、お腹空いてたからこれが女神様に見える。それではいただいていきたいと思います。いただきます。やばい、ご飯にありつけれてめちゃめちゃ幸せ。いつもより100倍美味しく感じる。現在の時刻は1時38分なんですけれども、今の今まで爆睡していました。チーズオムレツ頼んだんだけどさ、めちゃめちゃ美味しい。やばいこれ。さっきさ、めちゃめちゃ恥ずかしいことがあってさ、すごいね、ここの CA さん超可愛いんだけど、みんなマレーシアの方かなと思って頑張って英語喋ってたのね。機内食頼んでないんですけれども、機内食買うことはできますかってめっちゃつたない英語で頑張って喋ってたら、その CA さん日本人だった。日本語大丈夫ですよって言われてめちゃめちゃ恥ずかしかった。みーもさ、よく海外でさ、現地の人だと思ってさ、すごい現地の言葉で喋られることあるんだけどさ、そういう気分だったんだろうな。美味しい。ごちそうさまでした。眠い。ネットリックス見ながら寝ようと。それでは皆さん、マレーシアに到着しました。エアアジアだから白と赤のこんな感じの機体でしたね。マレーシアに到着。本当は乗り継ぎ台湾のはずだったけど、思いがけないマレーシアに到着してしまいました。ということで今から入国審査をするんですけれども、ちょっとすごい人だからね、時間かかりそうだから早く向かっています。ちなみに機内では大爆睡しながら、起きたら星降る夜にっていうドラマを見てて大号泣して、もうなんか本当に泣けちゃって、一人で飛行機の中で大号泣してたら、すごい CA さんに大丈夫ですかみたいな、ああいう OK みたいな言われて、あ大丈夫です、ドラマがって言ったらすごい笑われました。マジでずっと一人で泣いては寝て、寝ては起きて泣いてみたいな、機内で楽しかったです。7時間あっという間だった。それではですね、皆さん今入国審査が終わって出てきてすぐなんですけれども、私本当に限界 YouTuber すぎて、これが旅系 YouTuber の裏側です。皆さん今日動画をアップさせたくて、今空港すぐ出たところのベンチに座って、というかベンチを机にして、今今日あげる動画を完成させてるっていう感じなんですけれども、やばい時間がない。現在マレーシアは7時半なんですけれども、日本はもう8時半だから、あと30分後に動画公開だ。そう、本当にやばい。しかもさ、 Wi-Fi も弱いし本当にやばい。それではちょっと一旦レッツ集中タイムスタート。やばいよ、今日こそね動画を上げたいの。ちょっと待って、みんなやばい、空港の Wi-Fi が限界すぎるから、今からホテルまで向かいます。ホテル今日泊まんないんですけれども、なんか近くに車で5分ぐらいのところにホテルがあるので、ちょっとそこのホテルの Wi-Fi を使わせてもらおうと思って、今グラブでタクシーを手配したので向かいたいと思います。限界 YouTuber すぎる。でも初めてのマレーシア堪能したいから、ちょっと外も出たいな。そうなんだよ、私人生で初めてのマレーシアなんだよ。そんなずっと空港でさ閉じこもってるのももったいないし、遊びたいマレーシアで。本当にやばい。今ホテルまで向かってるんですけれども、スコールがすごい。初マレーシアめちゃめちゃ大雨だよ。やばくないこの雨。はい、ということでですね、空港の近くのサマサマというプライオリティパス の恩恵が受けられるホテルにやってきたんですけれども、こちらのホテル一泊本日は3万円で、普段は2万円ぐらいの結構お高めのホテルなんですけれども、ここのホテルさすが Wi-Fi が神様です。もうさっきのさ、空港のミジンコみたいな弱々しい Wi-Fi とは大違い。本当にリアルに65倍70倍ぐらい違うんだけど、ネットの速さ。今日動画上げるそうだ。それではちょっと頑張ります。ちなみに見て、さっき見つけたから買ったんだ、海外のあやたか。海外のあやたかはどんな味なんでしょうか。乾杯。なんかちょっと味違う気がする。
はい、ということでですね、皆さん無事にあのホテルで本日あげたかった動画をアップすることができたので、ちょっと現在の時刻皆さん見てください。夜のマレーシアの時間で21時47分でもうすぐ10時になるっていうことで、私マレーシアに観光しに来たわけではなくて、マレーシアトランジットだからただの乗り継ぎの国なんですね。なんですけれども明日の朝早朝にフライトがあるということで、早朝までさ時間悪くない？ あれマレーシア学校一緒にできるんじゃないとか思っちゃって、市内に空港から約1時間弱ぐらい、さっきタクシーでビューンと飛ばしてきてやってきたんですけれども、ちょっとやばい絶景スポットにやってきてしまった。みーね、これ見てみたかったんだよね。ちょっとみんなにはまだないしね、まだ見せないからね。やばいやばいよ、明日の朝ね5時チェックインなのね。本当にこんなことしてる暇はないのね、絶対にこんなことしてる暇はないのね。だけどさ、初めて来たマレーシアさ、乗り継ぎだけでさ来るのもったいないじゃん。だから来てしまった。明日5時はやばい、本当に早く帰らなきゃ。それでは皆さん、めちゃめちゃ綺麗にこの私が見ているものが見える場所にやってきたので、皆さん見てください。ちょっと本当に私なんでこんな時間がないし、絶対にいち早く寝た方がいいっていう時にこんなことしてるのって感じなんですけれども、さすがにみんなにも見てほしい。それでは見てください。それでは行きますね。私の目の前の景色がこんな感じです。せーの、じゃん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 。こちら皆さん、マレーシアでめちゃめちゃ有名な88階建て高さ452メートルのツインタワーです。待って、この迫力みんなに伝わってるかな。ツインタワープロジェクトは1992年に開始されて1998年に完成、私が生まれる1年前に完成したんだね。で、当時のマハティール首相、ルックイースト政策で有名な方なんですけれども、そちらの首相トップにマレーシア一大プロジェクトとして、日本の狭間がタワー1、韓国のソムソン物産がタワー2およびショッピングセンターを、そして地下駐車場公園の建設を担当したという感じで、片方が日本、片方が韓国が作った建物ということになります。やばい、めちゃめちゃ綺麗で、私空港から抜け出してきてよかった。ちなみにマレーシアの、あ、Thank you、マレーシアの客引きの方々はインドとかとは全く違って、全然押し売り感というのがなくて、みたいな客引きがここ多いんですけれども、観光客向けに。なんですけれども、あ、大丈夫です、私自分で撮りますって言ったら、あ、そうなんだ、じゃあ楽しんでねみたいな感じで、なんかガツガツ客引きが来るっていう感じではない。あ、待って、めちゃめちゃ綺麗なんだけど、みんなにこれ伝わってる？このツインタワーが見られただけでも、私マレーシアでトランジット来てよかったなって思います。それでは皆さん、今私ツインタワーを突っ切ってるんですけれども、右側が日本が作った塔で、こっち左側が韓国が作った塔っていう感じで、その間を今突っ切っています。やばい、あと7時間後にはさ飛行機チェックインしないといけないのにもかかわらず、お前こんなところで何してんのって感じですよね。ほんとそうなんだけどさ、でもこのツインタワーだけは絶対見たかったんだよね。またゆっくりマレーシアを堪能したいところなんですけれども、今回はちょっと慌ただしいマレーシア旅になってしまいました。おー、すごい伊勢丹とかもあるよ。ちなみにこちら側の右側がじゃじゃん、日本が作った建物ですね。すごい、明日はクリスマスイブだからもうクリスマスシーズンです。中もめちゃめちゃ豪華で超素敵だね。やばい、ゆっくり堪能したいところだけど、マレーシア料理だけ楽しみたいから、ちょっとご飯食べに行こうかな。今日めちゃめちゃ人がすごいね、まだ平日なのに。それではさっきのところからツインタワーを突っ切って反対側に来てみたかったんですけれども、めちゃめちゃ綺麗なね噴水とかがあるっぽいから、ちょっと行ってみようと。え、めっちゃ綺麗な釣りあるんだけど、やばい最高。待って、今ちょうどショーやってるんだけど、見に行こう。みんな噴水ショーやってるよ、早く早く終わっちゃう。え、待って、めちゃめちゃ素敵なんだけど、皆さん見てください。数時間後にフライトがあるというのに来てしまったけど、これを皆さんに見せることができてめちゃめちゃ良かったです。みーもこれ見たかったんだよね。それではちょっと私の声なしに噴水ショーをお楽しみください。あ、ちょうど終わった、間に合ってよかった。うわ、待って、ツリーがお菓子の家になってて超可愛いんだけど、ちょっと写真撮りたいところだけど、やばい、もう睡眠時間がやばい。今日ねちゃんと空港で寝ないと本当にやばいから、睡眠時間は削ってでも、でもやっぱりマネーシェル料理食べたいからちょっと行こう。レッツゴー。やばい、明日さイブだから先にちょっとクリスマスイブを楽しめた気がして、オロケー。待って、やばい、マレーシア蒸し暑すぎる。さっきまでさスコールが降ってたっていうのもあるけど、マジで暑い、本当にめちゃめちゃ汗かく。ということでですね、ローカル飯
スを食べたくてやってきました。なんか適当に歩いてたらいい感じのローカル飯屋さんがあったので、でプラス私超ローカル飯食べようと思ってたんだけど現金を持ってないんですね。 I have no money。 マレーシアのお金を全く持っていないのでクレジットカードが使えるお店にやってきました。目の前はこんな感じで、あそこで注文して食べるっていう感じなんですけれども、店内はこんな感じです。ここのお店です。私は見つけてしまいましたね。めっちゃ美味しそうだよね。そして私が頼んだご飯なんですけれども、皆さん見てください。じゃじゃーん。なんかスパゲッティみたいな焼きそばみたいな上に卵が乗ってるやつ。なんか現地の目の前のね大家族が頼んでたから頼んでみたんだけど、めちゃめちゃ美味しそう。マジでお腹空いてたんだよね。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。ねえ、マレーシアはイスラム教なので忘れててビール飲みたいとか思ってたら、イスラム教だから飲んじゃダメなんだよ。だからマンゴージュース乾杯。うん、ま、待ってやばい、マジで空港から脱出してきてよかったかもしれない。ちょっと辛いけど、なんか店内混みすぎてさ、ほぼ相席みたいな感じになってるんだけど、辛い、辛くないようにしてくださいって頼んだのに辛い。でもうまっ。やばい、マレーシアゆっくり旅したい。すごい見てくる目の前の家族めっちゃ見てくる。辛いけど美味しい。ベロがまひしてきた。残り一口だ。なんでだろう、マレーシアもさ辛くないって言っても辛いものが出てくるのかな。インドみたいなんだけど。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。あー、これよし、空港に戻ろう。空港に戻ろう。本当にやばい時間が。それでは空港に戻ってきました。やばい、眠すぎる、眠たすぎる。皆さん見てください、現在の時刻何時かというと12時を過ぎてしまいました。午前0時を少し過ぎる頃。やばい、それでは歌ってる暇はない、本当に早く寝なきゃ。それでは本日の宿に到着。じゃじゃーん。私はプライオリティパスを持っているので、こちらのカプセルホテル、簡単な仮眠室があるところにやってきたんですけれども、結構並んでいて入れるか分かりません。ここがいっぱいだったら結構泣く。それではやっとチェックインすることができました。チェックインにも30分ぐらいかかって、もう現在の時刻なんと1時半です。ということで私のお部屋なんですけれども、じゃじゃーん、こちらとなります。ここの154だから左側のお部屋ですね。めちゃめちゃ階段急なんだけど、隣にはまだ誰もいないっぽい。それでは私の本日の宿がこちらです。もう明日の飛行機はチェックインしてあるので、関空の時点で、なのでバックパックとか大きい荷物がないからここで寝るだけです。それではちょっとシャワールームもあるのでシャワー浴びたいところなんですけれども、ちょっとあと4時間後には起きてもう向かわないといけないので、ちょっと睡眠時間確保するために顔と歯だけ磨いていきたいと思います。一旦行ってくる。シャワールームはこんな感じです。結構快適だった。でもなんかドライヤーがないから前髪でちょっとからどうやって乾かそう。あーでもシャワーいただければめっちゃすっきりした。それでは歯磨き終わったら寝床に戻ります。夢ふぐ、2日連続ちゃんと寝れてないよ。あー待って、ここにドライヤーあった、発見。それでは皆さん、3時間後に起きなければなりません。もう2時3分、あと3時間後にはチェックアウト。おやすみ。おやすみなさい。コンセントもあるからちゃんと充電器もできるし。はあ、おやすみ。起きれるかな。起きれなかったら本当に最悪だよ。絶対起きる。おはようございます。おはようございます。やばい、眠すぎる。本当に今アラームの音で起きたんですけれども、じゃじゃん、現在の時刻は、待ってやばいやばい、待ってやばい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 、5時44分。ちょっと待って、あと1時間でさ飛行機出発するんだけど、ちょっと待って、本当にやばい、待って本当にやばい、待って本当にやばい、出る準備をします。待ってやばい、本当に、え、寝ぼう寝ぼう。皆さんおはようございます。眠いどころじゃない、本当にやばい、マジで眠いどころじゃない。3時間しか寝れてないよこの私が。それでは一旦ちょっとラウンジに向かいたいと思います。やばい、マジで眠すぎて頭おかしくなっちゃいそう。じゃじゃーん。それではこちらのラウンジで朝ご飯でも食べて目覚まそうかな。それでは皆さん、ご飯取ってきました。じゃじゃん、私の目覚めの朝ご飯です。ちなみにラウンジはこんな感じで、奥からご飯を取ってきました。それではいただきます。まずはヨーグルトから。やばい、もうね眠すぎて
気持ち悪い。2日連続この睡眠時間はやばすぎる。本当はもう今頃飛行機乗れてたら、普通の飛行機乗れてたらもう今カンボジアに到着してたのに。あ、というか私今からカンボジアに飛ぶんですね。ああ、やっとカンボジアに行きます。眠くてもお腹空いてるのって怖いね。みんな眠そう。ごちそうさまでした。皆さん見てください、外はまだ真っ暗です。搭乗時間になったので向かいます。現在の時刻6時半、6時50分の飛行機なので間に合いました。やばい、ゲートが閉まっててびっくりした。マレーシアを離陸して記憶ないぐらいさ爆睡してた。2時間ぐらいフライトだったんですけれども、1回も起きずに離陸した。マレーシアを立った記憶もなんか爆睡してたらカンボジアに到着。着いた。マジで爆睡してた。この飛行機に乗ってました、エアアジア。はい、ということでですね、皆さんカンボジアに入国することができました。もう本当にさっきビザをちゃんと申請とかしたりとかして手続きしてたんですけれども、その時に眠たすぎて立ったまま寝てたんですね。そしたらすごいカンボジアの方優しくて、警備員さんとかが大丈夫みたいな、体調悪いのすごい心配してくださって、本当に申し訳ないです。体調が悪いわけじゃなくて、昨日 2,3 時間しか寝れてなくて、一昨日も寝れなくて、今本当に眠たすぎるだけなので気にしないでくださいみたいな言ったら、並んでる間あのベンチに座っときなみたいな、お嬢さんの順番が来たら呼んであげるからみたいな感じで言ってくれて、並んでる間ベンチに座らせてくれたりとか、もうめちゃめちゃ優しかった。本当にありがとうございます。ということでですね、皆さん、というかさ、みんなやばくない？カンボジアにやっと到着したんだよ。カンボジアに到着しました。じゃじゃーん、先ほどあちらから出て今外に出てきたという感じなんですけれども、やっとカンボジアに到着したということで、皆さんカンボジアまでの道のりめちゃめちゃ長かったですよね。マジで本当に航空券を取り間違えて、本当にアホな私のせいなんですけれども、こんなに辛い行きの旅路になるとは思ってもいませんでした。もう一生間違えたくありません。予定では本日カンボジア2日目の予定だったんですけれども、やっとカンボジアに到着したということで、私の旅が今回やっと始まります。皆さん、今回の動画はですね、本当に忠告動画です。藤原のみーからの忠告動画でした。反面教師動画でした。皆さん、海外旅行に行くときとか飛行機のチケット取った際には3日前には確認しましょう。結構ね、コメントとかでみーちゃん予約とかなんか誰かにしてもらってるんじゃないのみたいな思ってコメントしてくれる方とかもいらっしゃるんですけれども、そんなしっかりとしたスタッフとかマネージャーさんがいらっしゃったらこんなことにはなりません。まあ私がね、全てやっているからこういうことにもなってしまうこともあるんですけれども、もうこうやってね、1回失敗したら絶対にもうこの失敗はしません。それでは皆さん、カンボジアに到着したということでこの動画が終了いたします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、どんぶらーここ、バイバーイ。それではカンボジア旅始まります。やっと始まるよ。それでは次の動画もお楽しみに。ちなみに寝不足すぎて結構過去一レベルで眠いです。立ったまま寝そうです。ホテルにたどり着けるでしょうか。バイバーイ。てか、なんかカンボジアに着いた感ないよね。みーもなんか全然カンボジアに着いた感じがしないんですけれども、こちらカンボジアです。じゃあ次の動画で会おうねー。